とにかく絵は勝手に好きやから、好きやからいつでも暇さえあったり描く紙があったりすれば、ね、いつでも絵描いとったわけで、ね、やっぱり絵を描く特別に何も出なかったわけね、子供時代は、ね、でまあ子供時代でそうだよね、小学校の5、6年ぐらいから、まあ、科学的な方面にものすごい興味を持ちましてね、でこれはもうずっとね、幼児期の時からその系はありましてね、まあそういうちょっと生い立ちの古い話もちょっと作品の上でね、ちょっとあの非常にキーポイントになるんで、そんな話も前触れで出しますけども、まあ満州生まれてね、小学校で国満ですわ、ロシアの国境近いところにある大きなね川です、今もありますよ、そら家庭状況がね、まあ戦争の関係とかいろんなんで、小学校5年の時に、親が離婚してね、で母親一人に、まあ、いわゆる、まあ、もう一人妹がいててね、まあ、母子家庭ですかね、それからまあ、貧乏暮らしでやらなかったらね、絵なんか描くんだ、それは普通だったらそんなもんね、もう絶対あかん道なんやけどね、まあ何とかかんとか、そうやって、でそうしよううちにその工場の絵描いたあの年の3月に、その母親が子宮がんで死んでしまってね、あとこっちは親なしやね、親なし家もまともの家も何も残ってるわけないけどね、まあ、とにかくそういう時代をね、まあ、を共にしながら作品作りやってきたわけでね。なんかこう本質的な、ね、そこで何か結びつくまでね、やっぱりこう熟成するね期間がいるんですわ。あの漬物漬けたようなもんね、やっぱりちょっとよう漬からんとね、あのうまいこと作品にはならんわけでね、まあそういうあれでね、まあ、あの赤い膨らみのやつ、あれもその前の魚の骨みたいなやつ、それから、そうそう魚の骨みたいな、あの時にああいう作品を作るのに、ただの画材店でね、材料工程やったってそんなもんでできるもんちゃうんで、あれは画材店で売ってるような、材料はほとんど使ってないです。色ちょっと少量の色があるとこぐらいで、ね、あとは全然画材とは関係ないそういう材料です。でそういうふうに作品、新しい作品ができる前は今いう考えに考えてある一つのテーマなり、その仕組みというかね、がはっきりしてきたら、今度それを、まあ、目に見える形に置き換えるというね。ないがね使っていかに自分の考えていることが舞台ができるかと。そうするとまあお寺にしてもあの僧のやつも、あのキャンバスはあの麻の布地をこうできてね、でそれで自分でキャンバス作って、それで描いたらいいです。でキャンバス自分で作ろうが作れるんですよ。まあこれは貧乏のおかげとも言えるし、結局工夫するよ、考えるし工夫するし、そこで最大の効果を上げないかんし、それで成功すれば画材店に売ってる高い材料買わんで済むし、うん、まあそういうこともあるしね、まあそんな風に、あの膨らみのやつの材料もまあ教えてもいいけど、あれはまあ一つだけ言うと重質炭酸カルシウムとか接着剤とかね、いろいろそういうもんも、そんな言うてもどないして使っていいか、それは自分で音楽をして、そんな使い方を誰かが教えてくれるわけでもないし、自分で、開拓してね、まあ発明みたいなもんやけどね、まあ その材料がずっとこの黄色の作品のね、膨らみのあるやつは、あの当時にあの開拓した材料がずっと使われてます。それでこの膨らみのやつもごそごそにガツガツにしようと思えば、あの骨魚の骨みたいなやつはそういう使い方で、そこからずっとこう展開してきて、
もっとこう表面滑らかに持っていったのかとかいうふうにして、それも簡単にいかんねんけどね、ものすごいひび割れが来るんで、そのひびをどんどん詰めていかないかな作業で、これは下地作るだけでももう相当の あの体力がいるしね、日数もかかるしね。でそれ下地がやっとできて、で黄色い下塗りをして、そっからやっとこの丸描くんよ。この丸もこの中心になっているところから描き始めるんやけどね。これ描くだけでもこっちに手間かかるんで、どっちにしてもものすごい手間のかかる作業なんですよね。だけどまあこういう考え方で、まあやりかけたんで、もうやりかけたらそれは徹底的にやらんと、まあ、あの途中でほったらかしとかそんなことができるんでね。でもうこの作品でとにかくできるところまでやろうと。まあ、とっかかりはあそこの板張って、あれは材木の、まあ、あれも切れっぱしいっぱい集めておったやつを使ってね。で、あれはまあちょっと直線的にしかできなくていいかで、まあ、これをずっとやるつもりでやってたけど、まあ、もう徐々にちょっと考えが変わってきて、こういうね、有機的な不定形の形のこの黄色いこの点の作品にね変わってきて、でこれはあのまあパンフレットを買ってもらったのに、その考え方は書いてますけど、その当時に繁殖絵画論にね、そういう絵画論も発表したんです。とにかく何か同一のものがね、もう無数にそれがこう集まったらどうなるかと。で、あの当時はね、オートメーションで工場大量生産時代に入った頃で、そうするとその、まだあのソニーのトランジスタライオンが出てなかったのかな。なぜ、けど、まあ、なんか知らんけど大量生産時代になってきたよね。まあ、終戦後だいぶ経って、だいぶそういう感じになってきた頃で、そのイメージがね、なんか工場、あの子供の時 あの船 それ見に行ったらしい、それはもうあくまでイメージで想像できるし、要あの、その時のテレビもないさかいに、なんかニュース映画で見るとかね、あの映画見に行ったかな、ニュースが最初にあるんですわ、モノクロで、まあ、映画もモノクロで、まあ、そんなんでこうなんか大量生産時代に入ってるとかいうような光景が、まあ、出てくるわね、みんなよ、結構、喜ばってきて、と並んでいって、それがこうね、積み重なってくる、まあ、そういうイメージが、まあその近代、現代のなんか窓口のね、まあ、そんなですね、その出来る面白さより、同じものがもう膨大に積み重なってきたら、そのイメージが僕の中でね、ちょっと発酵しだして、なんか同一のもんがね、もうそれこそもう、何千何万っていうふうにあのこう、まあ、累積していくとね、そのものの意味がなくなってくるなと、それが僕の発見ですわ。違うものになるなと。例えばあの山から岩石が落ちてきて、川へ流れてどんどん海の方へ行く、まあ、途中でその角が取れていってたんだ、だんだん、ま、丸っこうなってね、完全な球にならにしてもやっぱりね、究極はみんな球円に近づいていく作用があるなと。丸いやつがだん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 あの四角い方へ行くはいかへんね。やっぱり丸い方へ行くね。でこれが一つの原理的形やなということも、これを選んだ理由でもあるしね。でこれはなんぼくっついても離れても、とにかく丸の形態は完全に保存しとくというかね、壊れへんからね。これも便利がええなと。だから小さい小さい大きいショート非常に都合がええんで、まあ丸を選んで、で丸だけ選んでもあのここに一つのシステムを作らなあかんなと。これでこの膨らみのね山を下地に作る。でそこにこの丸を書き込んでいくその線をね、あの使って、そのピッチをね下の膨らみに合わせて線を下にだんだん広げていったり、でそれに合わせた丸の大きさがそれに伴って変化する。で角のはその中心になっているところに入っていくんで、だん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 この山の裾の方からだんだん山の方へ行くと、そこでいろんな変化が生まれる。
それはちょっと自分で予測できるところがこの作品ながら続けられたことで、あの非常にそこでこうなんかいろんな形の変化、思いもよらん変化が生まれるいうところがね、これがまあ自分を面白がせてたところで、ね、ただこれもなずっと長々やってるとね、これも今言う原理が働いたのか、だんだんねあのシンメトリックな形が生まれてきだして、まあ、その例がこの作品ですわ。シンメトリックというのは左右対称形いう、ね、まあ大々に出る感じ、ね、まあ、これね、まあ、こっちも、まあ、そんな感じになるとはね、左右対称的な、ね、まあ、それまではもう不定形のね、まあ、ぐにゃ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 したそういう形態ですわね。でこういう方向で結局だんだん今言うようになってきて、それが同心円に結局なってきたのが、あの向こうの隣の部屋ね、材料とか考え方は一緒なんやけど、携帯のね、結局画面全体がほんまに円になってしまったわけ。それとうとう円までたどり着いてしまうと、なんかこの作品のスタイルはなんかもうこんなもんでやろうという気が起こってきて、それで今度はもうこのデコボコのこういうね丸をいっぱい描くやつから一大転換したのが向こうの、平面の同心円の作品に移る。結局もっと円を究極に極めようかいうことで、もう膨らみも何もいらんわいなと、もうエキスだけに絞っていこうかと、まあ、いう考え方になってきたわけで、まあもう手も足も全部取ってだるまみたいなね、まあ、どこからあの何ができるかと、一番極限まで何ていうか何してしまうのか、それで何が作れるかということになったのもこれ。うん、今まではなんか別の形、そこからちょっとこう変化するたりとか、いろいろ南野さんとか、盛り上げとかなんかでしたけど、もうそういうこと一切どん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 省いて省いて省いていったら、こうなってきたと。で、省いていけばいくほど円に近づいていくと。究極の形にどん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 こうなっていったということでね。あの時に選んだ黄色いビロが一番嫌いなんで、その当時自分が武将時代ね、さっき話した武将時代にあんな黄色なんか絶対使わない、うん、で、まあ、その当時はもう渋い、まあ、見るものとまだってね、汚そうな、薄い内容とか茶色の色とか、まあ、そういう色の歌詞でやっとったし、風景でも見てね、あんなあの歌うで歌ってるせんしね、で、まあ、そういう武将時代に別れを告げた時に、まあ、一番嫌いな色が黄色やったり、だから自分がやっぱりね、自分自身を革命を起こさんことにはね、新しいの生まれるなと、いうとこから一番嫌いな色を使ってみられた、それが黄色や。ちょっと厚手の紙に貼ったり、開けたり、いろんな形に切ったやつを入れる、まあ、あの辺がその取っかかりやつ、これで、まあ、これは考え方としたら、こう物と物、まあ、だいたいこう2つの、まあ、それ3つの物と、これはまあ1つやけど、とにかく物と物とが関係し合うという、で物と物が関係し合うと、その、なんかこう、なんていうの、ひっつくも関係やし、ちょっと離れるも関係やし、まあ、まあ、それに、これにしてもね、2つの大きな形がひっついておりますね。そこに、こういう微妙な隙間
で、さっき言うてる直線的なことこれ一つだけとこういうもう一つのものがこうね接触してくるとそこにもう一つの形が生まれてくる その面白さに見つけたというか何かと何かとの関係で存在するというねだから人間が生きてるのも地球上で自分一人だけポツンと生きとるわけじゃないし人間の関係親子関係、家族関係、友人関係、社会関係、全部関係やからね。その、やっぱり物と物、人と人でも何でも置き換えておかんとか。とにかく、全て関係世界やから。だから、そういう関係世界で生まれる、もう一つの形とかね。色もそうです。色も、まあ、これは赤と色とかね、青と黒とか、それも色の対比関係。であそこはもうそれが究極まで行ってもう枠だけなんですよ、でまあ一応あの当時こう変した時に、システムから総合英雄三大王を取り立てたんだけど、まあ、もうちょっと分かりやすく言うとシステムからの解放とかない自分もそういうつもりでもう今度はそういう、システム的な約束事の中でこうじんとそれに合わせてやっていくというんでなしにもうとにかく自由自在なんでもやろうということで作品がそういう変化で、ここからねこの黒いこういうやつねさまあそこのそれが一番最近だけどねちょっとまあ変わっていってあれあらはねすぐポンポンと開け結果見たらポンポンと開いとるねどこへ穴開けるか大きさとか位置とかいろいろあるね相当考えるんですで簡単にもうすぐできる場合はねなかなか穴の位置がねこう見つからんというかねちょうどこの針掛け球の人がこう壺を探すみたいな作品の壺がここへありましたね。その壺が見つかるまで何日もかかるぐらいよりも何月もかかったり、ね、1年ぐらい考えてやっと穴が開くぐらいになったり、ね、その時の作品によってもうすぐ穴もうあここへありとこういける場合もあるけどもどうしても決まらんままずっと作品アトリエに寝かしたままね毎日あげてもくれても見るんやけど決まらんままの作品もあるわけです。でまあ、ちょっとこれ黒とブルーだけのね限定された色でずっとやったけども、去年の秋からあれちょっとそこでねまた色彩を復旧させてみようかという考えが起こってきて、まあけどまだここから先どうなるかわからない。まだ未知数。なんか、まあ、あとずっと続々と石の彫刻を作ろうかと思って飛び出しもなんでねそれを平面に置き換えたらどうなるやろうかという考え方を取ったのがこういう形になっているんですねそれを板つぼで、まあ、それも表現板切れっぱし何でも何でも厚みとか何でも言い方変えれば作品の材料になるんでねまあ、大抵の人は分からへん意味でそう分からんからええんでね分かられるやったらもうこれが失敗さってねだからこうデクだけ見な、まあ、どこでも見たこともない初めてデクがするようなもんやとこうなったんで作品が大成功で結局自分自身がね自分がやっぱりびっくりするようなもん作れんとねこれもあかんわけだね自分が自分の作品作って何にも驚きも何にもなかったらそんな作品つまらんもんね。まずは自分が自分を驚くそうやな作品作らないと。そうすると世界に誰もやってないことやるからしね。作家の考えてる中見えるから、つけ麺オケかな、味噌だるみたいなもん。ほんで、見る人はそれを美味しい食べる方や、ね。美味しいつけ麺食べてな。その作品の作り方からどないってするんやそんなん全部分かれてちゃあれへん人はそれはもうそれぞれ
もういろいろ知恵絞って、うまい古いもん、それぞれ、それぞれ、その量や。うん。長屋の独特のとこも、酒でもそのみんな聞こえようって。うん。それやっぱ奇妙秘密なんですよね。ほんまに、まねできんようなとこは絶対欲しいんや。うん。料理の板前の人とかね。そんなテレビでよう料理の時間をかけてるの。あれほんまにここいるとこはやっぱあれは、触れとんやん。プロの技やね、言うときだよな、肝心のとこは絶対あれやと生徒やもん、うん、それくらいやっぱりプロがいんねん、うん、まあ言うようなことを、まあ、作家で、まあ、考えてるわけです。